ドクターマグマ研究所。ということで、私も実際に検証してみたいと思います。どうもですー。ナバドス。クリエイティブでもスペクテーターでも追われる、そんなことがあっていいのかってね。気になりますねー。ではー、ネザーへ。雨、さすが雨男の私。ネザーにまで雨を降らすとはねー。ふふ。ビグリンちゃんは、いませんな。いなければ出せばいいじゃない。ほれー。ちゃっちゃと検証していきますぞー。さてさて、一体どうなるのか。よし。まずは、ゲームモードを、サバイバルに変更しましょう。おお？ちょっと待って、落ち着きなさいって、待って、ビグリンちゃーん。早い、ビグリンちゃんの攻撃が早い。ぐっそー。どこよここ、まったく。よし。もう一回チャレンジです。今度は素早くゲームモードを変えますぞ。では、サバイバルに変えましょう。これだけ離れていたら大丈夫でしょう。よし。早くクリエイティブに戻してっと。何これー、無理じゃん。ビグリンちゃんのスピードに勝つなんて、無理じゃん。おいおいおい、早く転送しなさいよ。こっちはねー、イライラのライライなんですぞ。今度こそ、やってやりますぞ。防具つけますもんねー、ふっふっふ。これなら時間を稼げますぞ。見てなさいよ、ビグリンちゃんね。よし。これで肩をつける。ほらー。クリエイティブ、早く、そうなの、こんなに強いの。マジですか。これじゃ検証できませんぞ。はぁ、くっそー。一体どうしたら、考えろ、私。冷静に考えるのです。ぐは。もう、何さ、絶対に成功させてやるんだから、負けませんぞ。ライライラ、もっと素早くゲームモードを変更してやる。あ。ふっふっふ。これですな。これで素早く切り替えられます。見てなさいよ。切り替えが一瞬ですぞ。ふっふっふ。よし。クリエイティブにいい。はい。どうだ。
追ってきませんな。クリエイティブにいい。どうだ？あれ？追ってきません。もう一回。うん。全然追ってきませんな。なんで？いや、追ってこないのが正常なんですよね。だったらなんで、投稿してくれた研究員さんは、追われたのでしょうか？何か見落としがあるのですかね？何か手順が違うとか？なんだろう。何が違うのだろう。それとも、何か見えない力とかが働いて、ピグリンちゃんが暴走したとか。わからないですな。全くわからない。いや、そうか。くっそー。はい、デフォルトのゲームモードをサバイバルにして、新しくワールドを作り直しました。さっきのワールドは、デフォルトがクリエイティブでしたからね。これでいけるかもです。よし。誰かをバシッとしましょう。バシッと、届かない？もう？おや、クリエイティブにいい。あれ？やっぱり追ってきませんな。これも違うのですか？ダメだ、全然わからない。一体、どんな条件が重なると、クリエイティブでも終われるのか、私にはわかりません。皆様はどうでしょうか？何かわかりましたか？もし、何かわかったのならば、コメントで教えてください。気になる。このモヤモヤ感、誰か解消してください。お願いしますー。ドクターラバの研究所では皆様が体験したマインクラフトでの怪奇現象を募集しております。映像、画像のデータと発生時の詳細を研究所までお送りください。動画コメント欄、ツイッターにて受け付けております。詳細は概要欄をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。では。